Hi everybody, how are you doing? はい、今日もですね、英語を、考えなしでスラスラペラペラ話すために必要な英語脳の話し方を説明していきます。まあ英語脳ってね、まあ、何って言ったら何も考えないで、話することですね。For example, I can speak English like this. Look at this, my hands. How do you feel my hands?でこのように、まあ、適当に言ったんですけど、あなた自分の私の手を見てどう思いますかって考えなしに言ってますよね。このように瞬間にこう英語をパッと切り替えられるのは英語脳があるおかげです。まあね、どこまで喋れるのって言ったら初級中級長級って初級中級上級ってありますけど、初級でしたら僕だとそうですね、旅行先でまあホテルにところにまあどこそこに行きたいとか、まあ、東京タワーに行きたいとかってあったとしたら、ホテルのクラークに Excuse me, I'd like to go to the, the Tokyo Tower.、How can I get there? Do you、explain how to get there? Can I get the、subway or you know, JR line or somewhere?今みたいに、まあ、クラークではこうやって話しますよね。で、それが、まあ、スラスラと言えたら旅行行った時に楽しいですし、失敗もないと思います。で、まあ、必要なのはやっぱりこうすぐパッと切り替えられることですね。えーとって考えるんじゃなくて、まあ、それはいつも日常的に英語を聞いて話す習慣が必要なんですね。ある程度理解するまでは。僕も多分その練習シャドーイングの練習をやめてしまうと、多分どん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 英語の能力話すことは落ちると思います。で、意外に聞く方は落ちないとは思いますけどね。で、まあ、話す聞くが練習するののシャドーイングっていうんですけども、そのシャドーイングをしても、何ができないのかって言ったら、聞いて話すはできるんですけど理解ができないですね。何言ってんのかわからない。で、それはやっぱり文法を知らなきゃできないし、単語も知らなきゃいけない。そこが一番ハードル高いと思います。特にその単語の羅列だけで、意味が全然通じない時もあるんですね。それを結局はこれはこういう意味を言えるんだよっていうのを英語では知らないといけないんで、そこの学習が一番大変だと思います。今日はそういうのまたね、どういうの見つけてきましたんで、ちょっとこれだけ長い文章の日本語ですけど、実は英語だと短いです。日本語では警察は彼らの悪だくみに気がついていたね。気がつくってなんだろうなみたいのがちょっとあると思うんですけど、英語だと The police were on them, onto them. The police were onto them. The police were onto them. かなり短いですよね。で、これで Be onto で人とか物、まあ人が入ってくると、何か悪いことをしていることを気づくっていう意味なんですね。これがスラッと映画では出てきちゃうんで、それを字幕つく話で聞こうと思うとってなるですけども、やっぱりこういうのは一つ一つ知っとかないと楽しめないので、まあ、中級から上級の感じで字幕スーパーなしでテレビを楽しみたかったら、一生懸命コツコツこういうことを、見つけて覚えた方がいいです。で、まあ、いつも言いますけども、それも日常会話で英語のを作るために練習するのはシャドーイングがおすすめです。で、シャドーイング行ってみますね。いつも言いますけど、サウスパークが字幕スーパーが、ついてるんで、英語の分かんないところはそれで見つけられます。ただ問題なのは、そこの言語を日本語書いてないんで、全部単語から、日本語の訳に調べるのがちょっと大変だと思います。はい、じゃあこんな感じですね。What, when? Where was I? What? Out with friends doing things? Well, I'm full. I'm gonna go work in the garage for a little bit.Work and work. Just to do two things. Not human. Then what? I don't care that they're getting on the exam courses. We need to learn to go to Boston. Ask them to do their task. You're not fucking in there, but you're like a hepatitis. Oh, girlfriend, I'm a real deal on that. Oh my God. Don't you see what this means? If something not human is gentrified in the entire world, soon all the human will be able to afford it.
You try to depress the species out of their existence. Well, how's it like in a mini apartment? What an impertinence. I just want a nice cube. There you got it. I want to get one of these last dance. Nobody knows of the trance. Yeah, but judge never did answer. Don't you go to visit your heart one back in the territory in the vacated ass? Oh, I guess it would have been here today. はい、ゆっくりっていうかワンブレスで喋れるところはゆっくり喋ってますけども、ワンブレスで長い文章を書けるときはガラ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 って喋ってますよね、そこに、まあ、僕らも口くっついていかないですけど、やっぱり分かんなくても同じ風に喋ってみてください。そうすることによってだん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 その集中してこのスピードに、慣れてくると、速いっていうか音を短くしているのも聞き取れるようになります。ただ聞き取るようにするには英語の子音が自分で出せないとちょっとすごくハードルが高いです。ABCD は一つ一つ言えますけど、長い文章が、ボンと出た時に聞き取れないんですよね、例えば ET なんてありますけども、あれは、なんだっけな、エキストラテレスティロかな。で今みたいに子音ばっかりだとトレスティロがなかなかうまく出せないです、ね、ですので子音の音をはっきり、話すように、音を出せるようにするんですけども、いつも言いますけども、鳩胸だったり猫背だったり、まあ、体が硬い方ね、で肺に大きく入れられない方はやっぱり肋骨の筋肉を緩めてもらって、まあ、声帯で緩めてもらって、その後に腹横筋ってお腹の中にある深いところの筋肉を使って子音の音をはっきり出せるようになると、さっきの ET のエキストラトレスティロ、エキストラトレスティロか、エキストラトレスティロ、エキストラトレスティロみたいに子音の音がはっきり出せるようになりますんで、ね、そういう方たちはまず子音の音を出せるようになって、滑舌が良くなってから、0.75 のスピードでシャドーイング1、ね、1.25 で繰り返し同じものをたくさんやってください。そうするとだんだんスピードに慣れてきますね。そうすると聞き取れるし話せるし、まあ普通の会話の時でもすぐにパッと音が出す。 For example, if I like to talk to somebody who speaks English well, so I can speak English with them. このように、何も考えないでポッとスラスラこのスピードで出るようになってきますね。どのぐらいかかるのかはやっぱそれだけどれだけ勉強するかですけども、とにかく、やれば誰でもできるので頑張ってみてください。それでは。